どうも、花房皮膚科花房です。今日は体のニキビについて解説していきたいなっていうふうに思いますね。今まで顔とかのニキビについてはいろいろ解説してきたと思うんですけど、体のニキビについてはあんまり解説してこなかったので、まとめて解説していきたいなっていうふうに思いますね。もし今日の動画が役に立ったっていう方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。まず体のニキビなんですけど、それぞれの部位によって固有の原因っていうのは確かにあるんですけど、大元の原因、顔と同じで花房の方程式、皮脂の分泌量×毛穴の閉塞度、この2つのパラメータによって決まってくる。まずそこは押さえていただきたいんです。皮脂の分泌量が多い人ほどニキビになりやすいし、何らかの理由で毛穴が閉塞しやすい方っていうのはニキビができやすい。これは体も顔も同じなんです。それを踏まえた上で固有の特徴について解説していきたいなっていうふうに思いますね。まず一番悩んでる方が多いと思われるのが背中ですね。男性も女性も多いと思うんですけど、男性って自分の背中あんまり見ないですよね。結果的に病院に受診する方は女性が多いんですけど、男性もおそらく同様に多いというふうに思っております。背中のニキビの原因で固有のものっていうと、まず一つ、衣類とか椅子とかで蒸れやすいっていう特徴があります。肌が蒸れると皮膚がむくんで毛穴が閉塞しやすくなります。また蒸れてると高温多湿な状況なので、雑菌、ニキビ菌が繁殖しやすい環境になっています。こういうのが合わさってニキビができているんです。あと寝る時の姿勢を考えてみてください。背中と布団がピタッと密着した状態ですね。寝苦しい夜とかに汗ばんだりすると蒸れてニキビができやすくなるっていうのは容易に想像ができるんじゃないかなっていうふうに思います。さらに女性に多いんですけど、背中にリンスとか整髪料とかがついちゃってるっていう方も多いんですよね。お風呂に行って最後にシャンプーとかコンディショナーやるっていう方であれば、背中にベタってついたまま実はお風呂から上がってるとか、髪の毛の長い方であれば最後に背中洗ったとしても髪の毛がベチャって背中についてしまうことで、シャンプー、コンディショナー、整髪料とかがいっぱい背中について、それが毛穴を閉塞してるっていうこともありますね。なのでそのあたりは大いに注意してもいいんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですね。あと意外と見当たりがちなのは、重い皮膚を背負ってる方っていうのは結構背中にニキビできやすいです。これも同じ理由なんですけど、さらに言うとその重い皮膚の摩擦とか物理的な圧とかによって毛穴が潰されたりとかして炎症が起こりやすくなってニキビができてるっていうのもあります。そういう方はリュックの肩のあたりにも強くニキビができてるっていうのが特徴だったりします。だから背中っていうのは固有のニキビのできやすい原因があるっていうのを覚えておかれるといいかなっていうふうに思いますね。次にデコルテのあたりもかなりニキビができやすいポイントなんですね。これ一つはデコルテっていうのは単純に皮脂がすごく多い、だからニキビができやすいっていうのがあります。さらに顔と違って衣類によって下がれちゃってるので、夏場とかだったら蒸れやすいっていうのがお分かりいただけるかなと思います。あと胸って汗とか汚れとかが案外溜まりやすい位置だったりするんですよね。そういうのがまた刺激になったりしてると。女の人であればデコルテあたりに化粧品とか保湿剤とかが溜まったりしてるっていうこともあるっていうことを覚えておかれるといいと思いますね。さらにデコルテっていうのはニキビ跡のケロイドとか飛行性斑痕がものすごいなりやすい位置なので、注意が必要かなっていうふうには思いますね。次に首ですね。首もニキビで悩んでる人多いと思うんですけど、女性の方に多いんじゃないかなっていう風に感じていて、固有の原因としてはまず一つ髪の毛ですね。例えばショートボブの方とかだったら毛先が首を刺激してるわけなんです。案外そういう些細な刺激がニキビの原因になったりします。さらにショートボブじゃなくても髪の毛に皆さん整髪料とかつけると思うんですけど、首のあたりについたりとか汗に流れて溜まったりすることによって首のニキビができるっていうこともあります。その他タートルネック、マフラーの刺激があったりとか、男性だったらヒゲ剃る、カミソリの刺激があったりとか、女性だったら化粧品の洗い残し、すすぎ残しが原因であったりとか、いろいろそういう物理的な刺激を受けやすい場所なんです。あと汗の溜まりやすい場所でもありますよね。さらに最近だとマスクで覆われて、ちょうどマスクの金具のところが当たって擦れる位置ですよね。そういった刺激も受けるので、首っていうのは潜在的にはものすごくニキビのできやすい位置だっていうふうに思っておりますね。最後お尻のニキビも解説していきたいと思います。お尻も割とニキビのできやすいところで、おそらくなんですけど座ってる時に蒸れるっていうのと体重がもろにかかる位置じゃないですか。だからお尻の皮膚っていうのは常に圧迫される物理的な刺激を受けていると、それが結構問題なんですよね。これが皮脂腺の簡単に図示した形なんですけど、毛穴があって、そこの出口付近のところで皮脂腺が合流してるんです。ここが案外弱いっていうのが分かっていて、圧を受けると皮脂の通りが悪くなってしまって詰まりやすくなってしまうとか、あとそもそもここが壊れてしまって皮脂が中にどんどん溜まって
ていってしまうとか、そういうことが報告されているわけなんです。だからそういった意味ではお尻っていうのも結構ニキビができやすいっていうことがご理解いただけるかなっていうふうに思いますね。治療に関してなんですけど、これも顔とそんなに変わらなくて、まずは保険適用の治療からスタートするべきなんです。ベピオとか、あと抗生物質のつけ薬、飲み薬とか、保険適用はないんですけどディフェリンとかもちろん使ってもいいっていうふうに考えてます。なので治療方針としては顔とほとんど同じっていうふうに思っていただきたいんです。ただし体のニキビってそれぞれ固有の原因があったりするわけなんです。例えばお尻のニキビがあって長期間座り仕事をしているのが原因だろうっていう方がいると思うんですよね。もちろん我々もこういう原因があるんじゃないですかっていうことはご指摘させていただくんですけど、じゃあ生活習慣が変えられるかどうかっていう話なんですよね。原因となってるのをある程度指摘するっていうのはいいと思うんですけど、変えられる生活習慣と変えられない生活習慣があるわけで、治すためには生活習慣治すしかないんだみたいな感じっていうのはね、私は間違ってるというふうに思ってますね。もうちょっと視点を広げて海外の方のガイドラインとか見るとどうなってるかっていうと、イソトレチナインっていう飲み薬があって、ビタミン A の活性型の飲み薬でニキビの切り札になるお薬なんですね。日本だと保険適用がなくて自費治療になっちゃうのと、あと妊娠中の人は絶対飲めない、妊活中の人もやめといた方がいいっていう制限はあるんですけど、それはね顔のニキビと同様体のニキビにも直行してニキビの特効薬って言ってもいい立ち位置なんですけど、イソトレチナインの適用になる例に関して重症な体のニキビじゃなくて体のニキビに飲ませていいって書いてるガイドラインがあるんですよね。言わんとすることは同感で、もちろん私も保険治療の方から始めるんですけど、保険治療でダメだったらあんまりしつこく生活習慣の話をせずにイソトレチナインの方に切り替えるのをお勧めしてますね。今日は体のニキビとその対策について詳しくご説明させていただきました。今日の動画が役に立ったっていう方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。